株式会社 B ラインは東京都港区南青山に本社を置くシステムインテグレーターである。主に法人向けの業務、ウェブシステムの開発を行っている。コーポレートスローガンはデータから未来をクリエイトする。なお国内に同社名を持つ企業は法人形態を問わず数多くあるが、本校では南青山に所在する視野である株式会社 B ラインについて述べる。 創業者の松本孝一が大手視野を経て当時の自宅マンションで起業したのが始まりである。主に業務系、ウェブ系システムの開発やデータ分析ツールの構築を得意とするが、近年はクラウドを活用したデータソリューションの提供や EC サイトのシステム修正、改善、また自社でも EC サイトの運営に参入している。主に法人向けの機関業務システム等の開発を 行う創立以来続けている事業である。現在はアンドロイド向けのウェブアプリケーションや UI 等の開発も行っている。2012年より一括請負いの受託も開始した。SI 事業の一環として2007年によりデータウェアハウスシステムや商品 ETL ツールの構築及び導入支援等を行う事業を展開している。オラクルデータベースやデータスパイダーをはじめとした多くの製品を 提供している。サーバー構築やエンベデッドシステムの開発を行っている。SQL サーバーをはじめとした多くの製品を提供している。直営 EC サイト、キーラカムの運営をしている。店舗、EC サイト向けの業務システムの開発をする企業との取り次ぎや Google クラウドプラットフォームの導入支援やトレーニングを行う企業の紹介や取次ぎを行う。自社では、 EC キューブやメイクシャップ等の導入による EC サイトの開業、拡張支援を行っている。システム事業部、総務戦略本部郵便番号107-0062、東京都港区南青山2-4-15点章、南青山ビル5階営業本部、ホーム戦略本部、郵便番号220-0073神奈川県。 横浜市西区岡の1の9の6横浜岡の町ビル5階株式会社 B ライントップページ2020年5月3日閲覧 TDB 企業サーチ株式会社帝国データバンク TDB www.tdb.co.jp2020 年5月3日閲覧株式会社 B ライン事業内容 B ライン2020年5月3日閲覧 株式会社 B ライン会社遠隔。B ライン2020年5月3日へ覧。株式会社 B ライン会社概要。B ライン2020年5月3日へ覧。ありがとうございます。